イチローのサード守備がやばすぎる、わら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 。早すぎ草生える。プロスピで片Sだとこんな感じ。まるで内野手、これかっこいい。手裏剣飛ばしてるみたい。なんでサード守ってんの。知らん。サード一郎、四番一郎、オリックスブルーウェーブ末期の采配。かっこよ。すごい。サード入ったの外野一通り守った後やったよな。やいかみ。ステップはさすが日本食とは違うな。ちょっともたついてる感あるけど、まあええやろ。セカンドランナーチェックしてるからや。肩全盛期だった20代中盤にメジャー行ってたらどうなってたんだ。イチローがサードの理由は選手を使いすぎて内野手がいなくなったからです。1999年6月13日の大英戦のことです。3月、野手を登板させることは知ってるけど、そんなこともあるんやな。イチローでもメジャーの内野は務まらんって聞いたことあるけど、メジャーの内野って何がすごいんや。リスト。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。